今日は5匹分の爪切りをします。はい、大丈夫大丈夫。はい、はい、OK。 次の方。はい、待って、はいはい、大丈夫。よいしょ。はいはい、はい、どうぞ。 OK。 はい、行こう、次スリさん頑張りましょう。はい、はい、頑張って。あ、チミちゃん動くね。頑張って。はい。チミちゃん頑張って。チミさん頑張って。はい、チミさん頑張って。チミちゃん、チミちゃん、チミちゃん待って。はい。チミちゃん待ってくれ。よいしょ。洗濯ネットやな。オッケー、オッケー、オッケー。あー、ちょっとチビちゃんはね、暴れちゃうんで、まあ、狭いとこが嫌いなんでね、結構大変かな。まあ洗濯ネットかタオルとかでいいかなと思います。大丈夫よ、はい、ソックス大丈夫よ。まあ、ソックスおとなしい。ソックスかおとなしいですね。年取った爪してます。年取った爪って、まあ、チャチャさんもそうやけど、ミルフィーユみたいな爪してるんですよ。切ったらなんか粉々になるみたいな、そんなイメージ。あ、そんなに生えてないな。結構生えるの遅いかも、ソックスくんは。9歳やからね、この子。全然綺麗、爪が。はい、OK。
じゃあ持っておこうか、もう一人うちの問題児を。はい、みんな大好き、俺推しはね、まあ一切も立ってないからさ、爪伸びるの早い。でもこう見えて抱かれるとちょっとね、おとなしいん。うわ、一番鋭利な爪してます。はい、はい、オッケすごい。落ちる。ゴロン。お、歩いてきて。次こっち歩いてきて。オッケー。おお、すごい。走る俺押し、朝からガタガタ起こされる、逃げる俺押し、目が合うだけでまあ晴れ、逃げる覚えて頼むから、俺の顔を毎日誰やねんの顔してる、頼む佐藤屋さん、誰かこの子と暮らしませんか。